土粘土を使って作る素焼きの鈴、土鈴の作り方です。三井教材の西村先生に来ていただいてご指導していただきました。中が空洞になっていて、素焼きの玉がカランコロンという音を立てる仕組みです。作り方の説明を聞きながら子どもたちが作っていきました。西村先生に教えていただいた方法を少しアレンジして作ってみました。袋には1キログラムのテラコッタ粘土が入っています。これをちょっと細長くしておいて、皮を剥くようにナイロン袋を開けます。ナイロン袋を元に戻して、きれいに広げたらこれを粘土板の上に置きます。この上で作業していけば粘土板が汚れません。粘土をちぎり取ったら、ピンポン玉より少し小さいぐらいの玉を作ります。これが鈴の玉になります。そしてもう一つは後で飾りに使う用の粘土です。外側を作っていきます。手のひらのこの平べったいところでぎゅっと力を入れて、お好み焼きぐらいの大きさに伸ばしていきます。粘土はしっかり練ってありますから、練り直す必要はありません。のし棒がある場合はこれを使っても構いませんが、手のひらで十分できます。次に新聞紙を半枚ですね、これくしゃくしゃにしたら、この中に先ほど作った粘土玉を包みます。新聞紙が後で燃えて灰になってしまうので、粘土玉だけが残るという仕組みです。野球ボールぐらいの大きさになったら、先ほどの粘土のお好み焼きで包みます。今度は中華まんを作るような要領ですね。しっかりと周りから包んでいきます。新聞が見えないように、料理みたいですね。ここからがちょっと教えていただいた方法とアレンジしてみました。包んだ方を上にして置いたら、反対側に先に穴を開けてしまいます。これはかきべらというもので、これをぐっと突っ込んで鈴の穴の部分を作ります。かきべらがないときは普通の粘土べらを使ってもできます。新聞紙が見えるところまでしっかり穴を開けてください。後でここから燃え残った新聞紙の灰を取り出します。中に入っている玉よりも大きくしてしまうと玉が出てしまいますから、あまり広くしないように気をつけてください。そして上の部分をぎゅーっとつまみ出します。このつまみ出した部分に穴を開けます。穴を開けておけば後から紐を通すこともできます。これで土鈴の形が出来上がりました。残っている粘土を使って今度は飾り付けをしていきます。粘土を上からつける場合は土鈴を使います。土鈴というのは粘土を水で練ってお味噌ぐらいの硬さにしたもので、糊の役目をします。
飾りを作ったら延べをつけて、そこにくっつけていきます。延べをつけていないと乾かしたり焼いたりするときに部品がのいてしまうことがよくあります。アイロン袋を敷くのを忘れていました。これを敷いていないと粘土板が汚れてしまいます。最初からずっと敷いたままにしておいてください。細かい飾りをつけていきましょう。細かい飾りをつけるときには特にしっかりと土鍋をつけてください。細かい飾りは土鍋でつけていても取れやすいので指でギュッと押さえつけて本体に密着させたり、それから竹串や粘土べらで押し付けて模様をつけながら外れないように本体にしっかりとくっつけます。あとは土鍋をつけながら残った粘土で思いのままに作っていきましょう。細かい模様は竹串や楊枝の先、粘土べらなどを使ってつけていきます。全体を見ながらいろんな模様をつけてみましょう。後ろ側にも模様をつけてみました。プツプツと楊枝を突き刺すと穴の開いたような模様になります。最後に自分の作品だということが分かるように名前を書いておきましょう。学年組出席番号でも構いません。もう少し模様を足しておきましょうかね。手や道具についた粘土は雑巾で拭き取ってください。流しで洗うと流しが詰まってしまいますので気をつけましょう。はい、これで出来上がりです。粘土用の乾燥棚がなかったので画用紙乾燥棚を使いました。段ボールを敷いて使っています。
ちょっとたわんでいますが、これでみんなの作品を完走することができました。作ったばかりはまだ湿っていて、触ると形が変わってしまいますが、1週間ほど置くとしっかりと硬くなって、手で持っても形が変わらなくなります。ここまで乾燥したら、三井教材の西村さんが取りに来て調整してくださいます。さらにここから天日干しをした後、窯で焼いて仕上げるそうです。仕上がってきたら中のすすを出します。結構灰が入っています。これは新聞紙に包んで捨ててください。灰を出してしまうと見えますか？中に玉が入っていて、コロコロという音がするようになります。持って帰るときには新聞紙で包んで壊れにくくして、ナイロン袋に入れましょう。これだと誰のか分かりません。名前を書いた紙を中に入れておきます。これを教室の後ろの棚にずらっと並べておき、体操袋などと一緒に持って帰りました。家に持って帰ったらこんな風に飾ってもいいし、吊るしてもいいですね。